お釈迦様でも気がつくめ仏壇のろうそく立ての芯外れ修理できますお寺様大喜びです金箔が吹いてもはげない国産仏壇。お仏壇の販売が電食がた後期でございます。2022年。 えー、2年10月の24日月曜日今5時29分朝動画でございます外気13度今日ちょっと寒いですねもういよいよもうそういう季節になりましたしかしですねありがたいことにですね実はこれ見てくださいこれ仏壇のろうそく建てこれ27センチかなり大型ですね芯が外れておりますで昨日お寺様がこれを持ってこられてあの新しいのを買いに来ましたとでこれを落としてしまって取れちゃったんですよって でこれ愛着があるけどですねっていうことだったんですよであーこれあの良かったら修理されませんかってこれ 溶接が可能だと思います。あの、私はできないですけどね、富山の方のいい職人さんいらっしゃいますから、それするとお値段も安いですし、で、あの、やっぱお客お寺様もおっしゃるんですよ。お住職様が、やっぱこれ愛着がありますもんね、って、あの、檀家さんがこてやらしたんですよ。で、ああ、それはいいことですね、っていうことで、あの、今日早速ですね、富山の方に送ります。ですから、こういう形でですね、あの、 お仏具、いろんな修理ができます。ですから我々、私ですね、仏具の、仏壇仏具のプロフェッショナルでございますから、もうこの道30年でございますので、38年かな。はい。まあそれから形でですね、頑張っておりますので、何でも言うてください。よろしくお願い申し上げます。あの、年中無休24時間、電話受付対応ですね。はい。じゃあすいません、もう一回行きますね。はい。えー、仏具は修理できます。 お釈迦様でも気がつくめ、はい、えー、お寺様が仏具ろうそく立て新破損、えー、修理できますかってほんと買いに来られたんですけどねあできますよということで愛着がありますあそうおっしゃる通りですねと任せてください仏壇仏具プロフェッショナル これはですね、本当に日本の職人様というのはですね、素晴らしい職人様がいらっしゃるんですよ。ですから、私はそういう皆様とお客様とのマッチング役、コードさんでございます。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を終わってんお祈り申し上げます。